どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。あっという間に1月が終わりまして、2月に突入なんですが、今月はですね、カメラレンズの祭典ですね、まあカメラの祭典かな、 CP プラスがついにね、2月の22かなから5だったか、やるんですけど、僕もねそれ行きたいと思っているんですが、CP プラスの前にですね、もうたくさん、新しい、カメラに関する情報が今出ておりますので、2月にね入っておそらく発売発表されるであろう、レンズについて今日は話していきたいと思います。なのでね、まあ今年に入って結構新しいカメラレンズってまだねどこのメーカーも出ていないんですけど、おそらくこの2月にですね発売される、形になると思います。ではね、各カメラメーカーのその新しいねレンズの噂だったりとかを、というかね、まあほぼほぼもうね固まってきてるので、もしかしたら僕がこの動画をアップしてる頃には発売が決定している可能性もありますが、最初にですねソニーの噂を確認していきたいと思います。ソニーからですね FE の 16-25mm、 F2.8G レンズと FE24-50mm、 F2.8G のレンズ、この2つが発売されるのではないかというふうに言われております。まあ僕もこれは正直賛成で、去年に関しては確かね 50mmF1.4 の GM レンズが発売されたんですよね、 CP プラスの前に。でカメラとかは発売されなかったので、多分ねソニーは2月とかにはカメラは発売しないでレンズをね発売するような傾向にあるので、まあ、結構これは可能性の高い情報なんじゃないかなというふうに思っております。そしてですね、パワーズーム搭載なんじゃないかと言われています。パワーズームっていうのは、こう物理的にね、こうレンズを回すのではなくて、もうレンズの中にこうズームの機構があって、それをボタンとかでグーってこうズームしたりする機構なんですけど、まあ、正直僕はね、そんなに、好きじゃないです。で理由としては、全画素超解像度ズームっていうのがソニーってあるんですけど、それとこのパワーズームのズームスピードっていうのが連動しないんですよね。まあソフトウェア上の何かしらの多分問題だと思うんですけど、そこがねこうなんかこうどうしてもこう切り替わるときにカクカクってなっちゃったりとかするので、そこのねなんかこうなんだろう、全画素超解像度ズームと組み合わせられないのがちょっと残念かなというふうに僕は思ってるので、まあ、できればね、こう手動でね回せるズームの方が好きだったりはします。でやはりですねこのズームレンズの、まあ、コンセプトとしてはおそらくなんですけど、高画質を維持しながら、まあ、軽量コンパクトで、まあ、15万円前後で発売になるんじゃないかなというふうに予想がされています。で個人的には 16-25mm の、まあ、画角が気になっていて、まあ、僕の、ね、メインレンズがタムロン の, 20mm40mmF2.8 の、広角のズームレンズがあるんですけど、まあ、これに置き換わるような、製品になったらいいなというふうに感じているんですが、まあ、今僕ねすでにこのレンズ使いすぎてもう 20mm の画角結構飽きてきちゃったんですよね。なんか見慣れすぎてなんか面白みがちょっとないというか、まあ、なのでやはり純正レンズに変更することによって、やっぱりアクティブ手ブレ補正、まあ、ソニーのレンズとか最近入ってる手ブレ補正がより安定するっていうところも踏まえて、ここがね、置き換えられるのは僕はすごく嬉しいなというふうに感じています。なのでシグマとかタムロンとかにこう流れてしまっているユーザーをちょっとね取り戻したいっていうのがこのソニーにはあるんじゃないかなっていう、まあこのレンズのバリエーションになっていると思います。はい、次にですねニコンについて話していきたいと思います。ニコンはですねおそらく Z52 が、発売されるであろうとされています。まあ、他にも Z62 とか、まあ、Z63 かが発売されるとか思われてるんですけど、これはねもしかして、まあ、発売する可能性は低いって言われてます。まあ理由としては多分なんだけど ZFC を売りたい、ZF を売りたいからなんじゃないかなというふうに思っていて、でニコンの Z52 に関して、まあ、どんなアップグレードがされるのかというと、まあ、おそらくなんだけどバリアングルの液晶が搭載されて、かつ、まあ、手ブレ補正が Z50 の第一世代は乗ってなかったので手ブレ補正を乗っけて、かつ新しい、まあ、画像処理のエンジン、まあ、オートフォーカスのスピード速くしたりだとか被写体検出だったりだとか、あとはその新しい画素数とかのセンサーを搭載してくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、つまりですね、富士フイルムの XS20 に競合するようなカメラを発売するんじゃないかなって僕は思っております。やっぱりね APS-C ってなんだろう、最
結構こうコストパフォーマンスで高いって言ったら富士フイルムの XS20 がやっぱ圧倒的に他のメーカーに比べて強いので、まあ、そこのねシェアをどう奪うかが結構他のメーカーに問われているところなんじゃないかなっていうふうには感じております。キャノンに移ります。キャノンはカメラは多分出ないんじゃないかっていうふうに、まあ、予想されてるし僕も予想しています。で、何がじゃあ発売されるかっていうと、とにかくレンズがめちゃくちゃ発売されるんじゃないかなと言われております。2023年の末にもちょっと広角のね RFS レンズ APS-C サイズの、レンズが発売されてるんですが、まあ、キャノンのね正直こうもう今もう弱点ってかなりなくなってきてるんですけど、唯一やっぱりあるのが、レンズとその価格だと思うんですよね。だからやっぱレンズを選べる数がやっぱサードパーティーがこう参入できない現状からやっぱりこう選ぶことができないし、価格も結構高いっていうところがあるので、そこをね多分こう前回の2023年に関してはかなりね APS-C サイズのカメラを発売していたので、やっぱこの弱点であるレンズの部分を補ってくるような年になるんじゃないかなと思うので、まあやっぱり今年の初めの2月あたりにその大量のレンズを投入されるんじゃないかなっていうふうに、まあおそらくまあ僕も予測しております。はい。そしてですね、富士フイルムの X100Vi か、まあ、6って呼ぶのかな、わかんないけど、これがね僕はね一番僕の中で大本命でもあるかなと思います。まあ、もちろんねソニーのレンズも僕すごい期待はしてるんですけど、もう一個ねちょっとカメラを、まあ、なんか使ってみたいって思ったら、まあ、富士フイルムちょっと使ってみたいなとはずっと思っていたので、このね富士フイルムの X100V っていうカメラが今ね生産ができない状態で納期とかもめちゃくちゃ伸びてるんですけど、まあ単純に海外では売っていて、まあ日本の円安の影響によって日本人が買えないような状況に、まあ、なっちゃっているような、確か流れになるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれのね最新機種として X106になるのかな、まあ発売がされるんじゃないかなというふうに思っております。でこれ噂の段階だとレンズに関しては同じなんじゃないかって言われてます。追加される新要素としては手ブレ補正が搭載されて、中のまあセンサーが今の XS20 だったりだとか富士フイルム の今の最新のシリーズと同様のねセンサーに切り替わるんじゃないかっていう風に言われているので、だよりねオートフォーカスが速くなって、まあ、動画としての映像もいいし、新しいフィルムシミュレーションのまああれかなノスタルジックネガとかが追加されるとかっていう感じになるんじゃないかなと思っているので、まあ、ものすごい多分革命的な何かこう要素が出るっていうよりかは、現在の X100V をよりねこう値段を上げて強化したようなものになるんじゃないかなっていうふうに、言われております。はい。なのでねこの4つ、まあ、他にももちろんルミックスとかもしかしたら出るかもしれないんだけど、まあ、レンズメーカーのシグマ、タムロとかもありますけど、なんか前回ルミックスは S5II がちょっと前に出たんかなの時のあったんですけど、なんかちょっとね今のところそんなに強い動きはなさそうな感じがするので、主に僕が注目するにはこのソニー、ニコン、キャノン、富士フイルムが、目立った動きを少しするんじゃないかなっていうふうに、考えております。いかがでしょうか。皆さん、この噂の中でこう自分がねワクワクするような、製品はありましたでしょうか。ぜひともね、そういった、感想があればコメントしていただけると嬉しいです。ではですね皆さん CP プラスで、みんな楽しみましょう。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイ。